はいどうも、てにちゃん楽天市場店店長のケイタです。今回も最強レベルの団体戦草とチェインカップ、こちらは1回戦の2戦目になります。1戦目はケイタペアが勝つことができて、現在1勝しているので、この試合勝つことができれば2回戦進出をすることができます。ケイタチームからは矢作選手と豊崎選手、お二人とは白子フェスで対戦したことがあって、かなりの実力者ペアになります。今回はケイタチームとして味方で参戦してくれるということで、早速試合の方を見ていきましょう。ケイタチームのサーブから始まります。さあ、お相手いきなりリターンエース、セカンドだったとはいえかなり強力なリターンですね。ラブ15 さあ、これが入っているセカンドサーブでのエース15オール。振られたところからしっかりとネットより低いところに落としてきました。15-30。ここはダブルフォルト。さあ、お相手いきなりブレイクのチャンス。15-40。ファースト入ってないんですが、このセカンドがあるおかげでファーストもかなり強気にいってますよね。30-40。ボディに強烈なファーストサービス。追いついて40-40、一本勝負。ここよく取り切りましたね。ファーストの確率よくはなかったんですが、サーブを主体に組み立てることができてます。ゲームカウント1-0。お相手のストローク深くて鋭かったんですが、なんとか対応してきました。ラブ15。ここはダブルフォルト。奥側かなり眩しくてめちゃくちゃ見づらいです。ラブサティ。ダブルフォルトの後のこのファーストサービス。15-30。リターンゲームでもいい形を作れてますね。これを多く作っていけるとブレイクのチャンスが広がります。30-30。このゲーム2本目のダブルフォルトを生かしていきたいですね。30-40。豊崎選手のこのリターン、お相手の前衛の動きをよく見てましたね。ブレイクに成功。ゲームカウント2-0。矢作選手の素晴らしいファーストサーブからのこのポイント。15-love。千葉県王者のフラットサーブ。30-love。さあ、ここもフリーポイント。40-love。素晴らしいですね。このゲームすべてファーストサーブを入れていきました。ゲームカウント3-0。矢作選手いいですね。リターンも深いです。ラブ15。少し待っちゃいましたね。ボディに食い込んでいくこのセカンドサーブ。15-all。ここはダブルフォルト。15-30。連続でのダブルフォルト。ブレイクのチャンス。15-40。
いい形ですね。チャンスをしっかりと生かしていきました。2度目のブレイクに成功。ゲームカウント 4-0。 頭フリーポイントいいですね。このファースト入るとかなり威力があります。特にバックサイド見にくいですかね。ちょっと気をつけていきたいですね。フィフティーンオール。さあここもダブルフォルト。まずは相手に触らせていきたいですね。フィフティーンサティ。セカンドでもフリーポイントを狙える威力は十分にあります。サーティオル。ここもダブルフォルト。これ珍しいですね。このゲーム3本目。サーティフォーティ。今度は素晴らしいリターンからのお相手の展開。ワンチャンスをしっかりとものにしてきますね。ゲームカウント 4-1。 さあダブルフォルト合戦が続いている。ラブフィフティーン。盛り手取っていいで。このロブが左にずれていく。ホワイトの前衛もかなり動いてきますね。フィフティーンオール。ボディに強烈なファーストサービス。サーティーフィフティーン。タイミングを外しに来たサーブだったんですが、しっかりと対応しました。追いついてサーティオル。これはボディにいいサーブですね。わずかにあと。ボディサーティ。これは素晴らしいですね。これ取るだけでもすごいんですが、なんと決め返していきました。追いついてフォディオル。本勝負。これはナイスサーブですね。欲しいところでしっかりと入れてきます。ゲームカウント 4-2。 このロブ見事ですね。しっかりトップスピンもかかっているので、追いついても返すのが難しいです。ラブフィフティーン。矢作選手にはこれがあるので、どんどんアグレッシブにいってほしいです。フィフティーンオール。連続でのフリーポイント。サーティフィフティーン。お相手リターン対応してきましたね。その後もしっかりと前に詰めてプレッシャーをかけに来てます。追いつかれてサーティオール。セカンドサーブでも崩れてますね。前衛の豊崎選手も落ち着いています。フォーティーサーティー。最後もフリーポイントで締めることができました。ゲームカウント 5-2。 このリターンを足元へ。素晴らしいリターンですね。ラブフィフティーン。このダウンザライン、フォアでストレート引っ張るのマジでうまいですね。ラブサーティー。これはナイスサーブですね。コースもかなり鋭いです。フィフティーンサーティー。このセカンドのスピンもかなり跳ねてます。サーティーオール。この場面でダブルフォルト。サーティーフォーティーでケイタチームのマッチポイント。この場面でのポチ。お相手かなり強気ですね。フォーティーオールで一本勝負。このネットインはアンラッキーでしたね。これはしょうがないです。
ゲームカウント号さん。さあ、たまダブルフォルト、ラブフィフティーン。ここかなり強気にアングル引っ張ったんですが、わずかにサイド。さあ、ラブサディ。やべえ、この場面のスマッシュ緊張するとは思うんですが、冷静に叩き込んでいきました。フィフティーンサディ。リターンの当たりかなり良かったので、ちょっと危なかったですね。サディオル。これはちょっと申し訳ないですね。ガシャッとボールがかなりいいところに行っちゃいました。さあ、40-30で再びケータチームのマッチポイント。最後はこのボールがネットを越えず、ゲームカウント 6-3 でケータチームの勝利と。はい、お相手ペアありがとうございました。それではスタッツの方を見ていきましょう。まずはサマリーから。両チームともファーストサーブの成功率 50% を切っていて、なおかつダブルフォルトの数が合計11本と、お互いかなりサービスゲーム苦戦したゲームでした。ただケータチームが要所をしっかりと抑えて、特に 4-0 でリードできたのがかなり大きいですね。次にディティール。細かい数値を見てもそこまで差はないんですが、強いて言えばセカンドサーブが入った時のポイント取得率、ケータチームが 70% に対してお相手が 25% と、お相手がセカンドサーブになった時点でほぼほぼノーチャンスという状況を作れていたので、そこが試合を分けたのかなと思います。はい、これでケータチームが2勝することができたので2回戦進出が確定したんですが、決勝トーナメント1回戦は全試合行うということで、次は最後の1試合配信したいと思ってますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。